はい。ヒルビール放送局、M キャストのお時間です。この、えっ、ー、と、ポドキャストは、えっ、ー、と、LGBTQ の Q、ま、こねえが、どっちかと言ったら、あの、私の、あの、えっ、ー、と、<laughs> お悩み、トロ、時間、みたいな。トロなんていう言葉、なんか、どっかで知ってたけど、初めて使った気がする。<laughs> まあ、おやあの、お悩みというか、まあ、あの、私の、 心の端々をちょっとちょろちょろっとお話していくようなポッドキャストになってます。うん。どっちかと言ったらですね、うんと、朝やってる訳ありがイと多くは、あの、私の男性的な部分を全面に押し出した感じの内容で、えっと、この M キャストは私の LGBTQ の Q のクイアのね、女性的な部分を出してる内容になってます。 と言ってもね、LGBTQ 自体が、まあ、どっちつかずの中途半端なところなので、そう、まあ、厳密に分けられるほど、あの、はっきりしたような内容ではないと思っています、まあ。そんなわけでですね、今日は、今日はですね、何を話そうかと思ったと思ってたんですけども、うんと、18、16、<laughs> 18時間ダイエット。んいや、16時間断食。 が、を、なんで始めたかってお話を、ちょっと、もう一度したいな、とか思ってます。というのはね、もちろんね、皆さんに聞いてほしいんだけど、私自身も確認しながら、ね、たまにね、と確認して、あ、そうだったな、っていうのを思い出しながら、やっていきたいと思ってるんですね。え、今日ね、実は、あの、体重計、朝乗ったら、えっと、101.7.5だったかな。 そう。まあ、100キロ、101キロ台になっ,なってたんですよ。っていうのは、あの、先週からずっと102キロ台で、えー、っと、まあ、上がったり下がったりしながら、えー、っと、推移してきて、まあ、昨日ね、あの、まあ、ちょっとお話ししましたけど、まあ、ご飯食べ終わってから、もう山ほどね、本当食べてから <laughs>、えっと、甘いパン買ってきちゃって、ね、食べちゃいました、みたいな話をしてたんですけども、まあ、それでも、まあ、体重を折ってたんです。 で、その前の日とか、まあ、先週と昨日何が違うかなって思って考えてみると、水分を取る量が違ったんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、ちょっとね、あの、1日何リッターぐらい飲めばいいのかっていうのは私正しいデータちょっと忘れちゃったんですけども、あの、私があの、100キロ以上あるので、えっと、1日3リッターぐらいの水分を目指して取るようにしたんですが、 ここ最近あの3リッターは取ってなかったと思うな。まあ、2リッターちょっとぐらいしか取ってなかったんじゃないかなとか思ってて。で昨日はね、あの、思い切って、あの、ご飯をものすごく水分多くし、ちょっと前までね、えっ、ー、と、1リッター、あの、ご飯だけで1リッターぐらいの水分取るような感じでイメージしたんだけど、今は 1.5以上水分をご飯から取ってる気がします。うん。まあ、昨日、おとといぐらいからそうしたんですね。そうしたところ、まあ、ちょっと体重に変化があったのかななんて思ってます。はい。で、えっと、<laughs> もう具体的な話してますね。そう、その前ね、16時間断食を始めた理由っていうのは、私はね、115キロ、 ぐらいが、まあ、セットポイントだと思うんですよ。セットポイントっていうのは、あのー、まあね、大体、いつもそれくらいの体重にいると、体がもう覚えちゃって、あの、多少太ろうが痩せようが、あの、なんかのタイミングで少しずつその体重に近づけるっていう感じで、まあ、自動的にその体重に戻っちゃう。まあ、リバウンドもそうですね。 多分、今、私が、あの、えっと、すぐ、16時間断食をやめて、元々の生活にしたら、まあ、あっという間に115キロまで戻るんじゃないかなと思ってます。で、そのセットポイントってものを、あの、徐々に、あの、下げていって、あの、私は標準体重まで持っていくってことを目標にしてて、まあ、それには、少なくても標準体重までいった上で、さらに1年間はその体重を維持するっていうことが重要かなと思ってるんですね。 まあ、それで3年計画ってことなんですけども、まあ、2年間は体重を落とし、1年間はそこを維持っていう感じなんですが、まあ、16時間断食が本当にね、あの、皆さんが、あの、本とか、えっと、YouTube とかでお話になってるように、うんと、まあ、えっと、自分のベストな体重まで順調に落ちるんだったら、まあ、このままね、66キロぐらいまで落ちるんじゃないかなと思ってるんですけども、えっと、 16時間断食のね、反省会をお聞きになった方は、もしかしたら知ってるかもしれませんけど、えっと、計算上のね、計算上の現在の私のベスト体重って、84から87ぐらいなんですよ。だからまあ、その体重まで落ちていった時に体脂肪率がどうなってるかなっていうのが、また見物だし、そこから先は、えっと、また考えなきゃいけないなと思ってるんですけど、その 84から87ぐらいの体重の時に、じゃあ BMI。や、まあ、肥満度数ですよね。言ってしまえば。まあ、そんなに正しくないんですよ。BMI を基準に全部考えると、ちょっと違ってくるってところもあるんですけど、まあ、その時の BMI はどれくらいかというと、まだね、えっと、28じゃなくてね3、まだ30前後だった気がするんですよね。はい、私が体重が84、87ぐらいでも。 まあ、BMI の平均は、日本人の場合、男性も女性も22が平均なので、まあ、22にはほどくといいとでじゃあ。逆算して、BMI が22になるまで私が体重を落としていったとしたら、そうあの体脂肪率はどうなるかというと、なんと驚異の8%台うーん、えっと。私の、ね、年齢の大体平均の体脂肪率。 が低いい方でで17%ぐらいなんですよ8%はもうちょっと現実的な数字じゃないですよね。なので、まあ、体重が落ちながら体脂肪率も推移しながら、まあ、データを取っていけばどっかでなんかあのい,い,案いい感じの、ね、バランスのところに収まるんじゃないかなと思っています。まあ今はあの 無理せず、無理せず、まだね、3年だ、3年のうちの50日ちょいしか経ってないので、まだまだ準備期間中だと思って、えっと、いろんなことを研究しながらやってます。まあ、そんな中でですね、うんと、まあ、当初からというか、ここ1ヶ月間ぐらい、すごくね、便秘気味なんですよ。うん。 で、まあ、あの、便秘解消のために植物繊維の多い、あの、食事、ってか、あの、食材を取り入れてるんですけども、なかなか出ない。まあ、出ても、ちょっとあの、固め。そう。ふーって踏ん張って、お腹に力を込めて、ようやく出るけども、まだ全部出きた感じな、なくて、途中で切れちゃったみたいな感じ。<laughs> <laughs> お食事中の方ごめんなさいね。<laughs> そう。まあそんな感じで、なんかあの、うんと、腸がしっかり動いてる感じしないんですよ。でもあの、16時間ダイエットした、始めた直後はもうほんと快便で、もうスルスルと、あの、ほんと、毎朝、同じ時間にスルスルとスッって出ちゃうような感じで、うんちのね、色もほんと綺麗なね、黄金色の、うん、とうんちだったんですが、まあ、うんちの色こそ、 きれいなんですけども、まあ、出が悪いっていうのは本当、今の悩みで、あのー、何が足りないんだろうかってやっぱ思うわけです。うん、で、あのー、まあ、ね、今日の、あの、昨日のね、ショートムービーでもちょっと触れたんですけども、まあ、最近、あの、寝不足ってこともあるのかな、まあ、目の下のクマが気になったりして、うん、あのー、 そうですね。あの、お風呂場のね、ほら、赤いライトなんかで見ると、なんか明らかに目の下のが青っぽいクマがある気がするんですよ。まあ、それは多分寝不足、多分というか、まあ、あの、青っぽいあの、クマは寝不足のサインらしいんだけど、まあ、それ以上に、私の食生活の中で、なんかしら栄養が偏ってて、栄養が足りてないんじゃないかなって今思い、思ってるんですよね。まあ、えっと、 私がね、再三、あの、ご飯食べた後にやっぱり甘いの食べたいなと思って、コンビニに行っちゃうっていうのは、あの、糖分を欲するっていうのはね、調べたところによると、あの、うんと、なんだっけ、カルシウムじゃなくて、タンパク質不足らしいんですよ。タンパク質は、やっぱね、糖分、タンパク質不足だと、やっぱね、と、あの、甘いものが欲しくなるらしくて、まあ、要するに、次に即、即エネルギーになるものが欲しくなると。そう、うん。 なので、まあ、えっ、ー、と、今日ね、帰りに、ちょっと、タンパク質を補給する、うんとね、まあ、おなあの、食べ終わった後もなんか甘いの欲しいなって時は、まあ、あの、高タンパク質お菓子あるじゃないですか、いろいろ。うん。まあ、それをちょっと何種類か買ってきてみて、まあ、あの、うんと、試してみようかなと思ってます。まあ、コンビニにね、あの、パン買いって、あの、甘い、あの、糖質の塊みたいなパンを、 脂質の塊みたいなあのドーナツをパコパコって食べちゃうよりはまあ値段もそんな変わらないですからね <laughs> そうまあそれそっちを試してみようかなと思って今買ってきたところなんですようんまああとはですねあのやっぱね腸がしっかり動いてないってことになれば、まあ、腸活もそうなんですけども私はね16時間大断食始めた時からえっ、ー、とビオフェルミン S を飲んでるんですがまあねあのうんと 成長剤って、あの、種類によって入ってる、あの、ものが違うので、もしかしたらこのシンビオフェルミン S が私が必要とする腸内環境を作れてないんじゃないかな、とか思ってたりもします。なので、まあ、これがなくなったら、ちょっとまた違う成長剤を試してみようかな、なんても思ってます。あとはですね、うーんーと、 あの、まあ、食物繊維は取ってるんだけど、食物繊維をしっかり機能させるための、あの、腸内、腸内、腸内フローラって言うんだっけそう、腸内のあの、菌が、やっぱ足りてないのかもしれない。 って思ってまあ、さっきお話した通りに、あのうんと成長剤後で変えよう。今度変えようかなと思ってるのと同時に、やっぱりヨーグルトとか納豆とか発酵食品ですよね。発酵食品のを食べる量もちょっと増やそうかな。なんて思ってますね。そう。まあね。納豆はまあ、毎日ワンパックはね。ちょっと私の財布事情的にもちょっと厳しいは厳しいんだけど、まあ、今ね天気がいいのでちょっと納豆。 を作る自分で培養するのをちょっと試してみようかななんて思ってますうんまあねでも納豆高いってなく高いくはないけどまあねえ、うん、今だったら買えるかなホ本当16時間断食始めた時は本当カツカツで本 <laughs> 当ねお金がない時に始めたんでまあ、今だったらまあ一食一泊 じゃなななくて1日1泊くぐらいいは食べれれるかもしれないな、まあ、でも培養できるんだったら培養した方がいいかなと思ってちょっと培養を試してみたいと思います多分ね私が思ってる方法でできると思うんだよねあと,、えっと本当はねあのたあの毎日えっとゆで卵を3個ぐらい食べたいんだけどまあなんせ卵今高いんでそうちょっと時短だ踏んじゃってますねうん 高いったって、まあ、10個で200円ぐらいだから、まあ、まあ、3日で200円、うん、200、3日で200円って考えれば、まあ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 、まあ、そんな高くはないかな。うん。もうちょっと考えてみたいと思います。そう。そういえばね、あの、16時間断食始めた時は、あの、卵食べたので、まあ、それでやっぱうんちの出が良かったのかもしれないな。うん。あとはですね、うちにヨーグルトメーカーがあるので、まあ、ヨーグルトも、 あの作作ろうううと思えば作れちゃうわけですよ。そうなのでまあえっと牛乳卵あったりちょっと値段見ながらあのえっとヨーグルト扇風で行こうかえっと卵扇風で行こうかちょっと試してみたいと思ってますうんまあ現在はねあのその腸内の問題がまあ最優先かなとか思ってるんですけどだってあの腸内に溜まってるあの ものが全部出れば、もっと体重落ちると思いますもん。うん。そう。そう思ってるんで、あのー、体脂肪率自体はね、安定してるので、絶対腸内に溜まってるだけだと思うんですよね。まあ、現在悩んでるその腸の悩みはこんな感じなんですけども、まあ、さっきちょっと触れた、あの、目のマに関しては、やっぱあの、うんと、考えられるのは4つ。栄養不足か、 えっと、睡眠不足か、えっと、カレー、カレー、カレー、まあ、歳を取ったからっていうことが、もう一つ何だったかなちょっと忘れちゃったな。そう、忘れちゃったんですけども、あの、うんと、まあ、痩せて、くぼんだっていう可能性もあるかなとか思ってるんだけど、まあ、前痩せた時そんなことなかったし、えっと、この間ね、ちょっと、あの、モニプラでもらって、 た、あの、えっ、ー、とね、目元の下に貼る、あの、えっ、ー、と、化粧水なんですけども、それちょっと使ってみてから、なんかちょっとおかしい気がしないでもない。うーん、商品名は言えませんね。ちょっと、露骨におかしいかもしれないなんか言ってるんで。うん。そう。まあ、まだそれ写真撮ってないから、ちょっとやりづらいなとか思ってるんですけども、うんと、まあね、 えっと、まあそこは、もうちょっとね、睡眠時間をしっかりとるようにして、えー、っと、経過を見てみたいと思うんです。で、最近は、まあ、ここ2、3日はね、えー、っと、16時には、まあ、目閉じようかなと思ってるんですけども、やっぱね、お布団に入ってから、やっぱりね、ちょっと、YouTube 見ちゃったりとかするんですよね。なので、お風呂上がってお布団に入るのが、まあ2時ぐらい。 お昼のね、2時ぐらいにできれば、まあ、15時には、あの、寝れるのかなと思ってます。うん。まあ、15時に寝れば、まあ、あの、いつも起きてる10時半、夜の深夜のね、10時半にまで寝てられるし、10時、その時間になれば、だいたい7時間半なので、やっぱね、あの、うんと、16時間断食を始める前は、なんだかんだ言って、あのー、 目標も何にもなかったから、まあ映画見るかアニメ見るか、飲むか食べるか寝るかしかなかったわけですよ。なので、一回でね、いっぱいは寝てなかったにしても、すごい寝てた気はするんです。だからまあ、相対的に、あの、最近、あの、ちょっと、YouTube でいろんなことをやりたくなってきて、まあいろんなことを試してる関係で、ちょっとね、不足気味なのかな、なんて思ってるんですね。 うん、だから、まあちょっと睡眠をもうちょっと、あの、長く取れるようにしていきたいと思ってます。うん、あとはですね、えっと、まああの、もう一つの私の、昨日気づいた悩みなんだけど、体型体型が悪いのはわかってるんだけど、あの、うんと、立ってる姿が汚い。うん。あのね、昨日からすごい意識してるんだけど、あの、猫背でしょで、顎出てるでしょで、あの、 もうそれだけで十分だよね。本当もういけてない、いけてない体型でか姿。だからまあ立ってて、スラッと、スラッと胸張って、顎を引いて、もう本当昔の軍人さんみたいに綺麗に立ってる人いっぱいいるじゃないですか。もう本当そういうのに憧れるんですよ。あそれでさっき、あの、チャット GPT の AI に聞いたんですよ。うんと、どういうエクササイズしたら あのー、その、姿勢を、綺麗な姿勢を保てる筋肉がつくのって、まあ、あの、ストレッチと、うんと、筋トレ、両方教えてって言ったところを、まあ、3つぐらい教えてくれたんだけど、あのね、ストレッチが多かったかな。ただ、あの、チャット GPT、あの、言葉で説明してくれるので、んんん よくわからんなっていうのが正直なところなんですよね。なので、まあ、その言葉を、えっと、うのみにしながら、まあ、試してみようと思います。今日から。うん。まあ、寝る前もそうだし、まあ、普通ね、パソコンの前、私は、あの、立ってパソコン、パソコンの作業してるので、まあ、パソコンの前でもできるエクササイズがいくつかあったので、えっと、それをやってみたいと思ってます。うん。なんとか、あの、綺麗な立ち姿で、あの、スッと歩ける、 あの、綺麗な歩、やっぱ綺麗な歩き方できる女性かっこいいじゃないですか。そう、あの、山子変わったね。すごい綺麗になったし、かっこよくなったよって言われたいでしょ、まあ、みんなそのはずだよ。私も言われたいもん。だから、やっぱね、綺麗な立ち姿で、えっと、うん。で、さかさかって歩けるような私になろうと思って、最近は、最近というか昨日から、あの、立ち姿の研究をしてます。 うん、あとはね、目、まあの下の熊から始まって、やっぱりあの、うん、と私も太ってて、私の自分の健康に興味ないときは、まあ、本当に本当ね、うんとまあ、現在進行でそういうことで悩んでる人は本当申し訳ないんだけど、私は早くもうお迎えが来てもらって、早くあちらの世界に行きたいなって思ってたんですよ、本当に。 うん、目的もなく、やりたいこともなく、もう早く時間だけ潰れていけばいいやみたいな感じだったんですけども、まあね、映画に出会って、えっと、クリエイターだってことをしっかりあのもう一回確認することができて、やっぱりあのコンテンツを作ってるっいうことが本当、喜びで楽しみなんですよ。うん、だからあの、そのコンテンツを作ってる楽しみ、喜びをあのこれからもしていくには、やっぱり元気である必要があって、健康である必要がある。 あるっていうことから、16時間断食を選択したんですね。まあ、ダイエットを選択し、16時間断食はいいんじゃないかなと思ったんです。で、まあ、16時間断食の、その、ね、ほんと3年間続けた先にあるのは、脱毛。まず脱毛。そして、あの、んと、しっかりね、若い子からずっと、なんかに、時短だ踏んでた、あの、えー、っと、ホルモン治療ですよね。まあ、ホルモン治療と脱毛を取り入れたいと。 そう。さらにその先に、まあ、昨日ちょっと話したんですけども、美容系の学校でしっかり勉強したいとか、もう一回写真の学校に入り直したいとか。っていうのは、写真の学校私ね、うんと、写真家として活動してるんですけども、中退は中退なんです。その中退っていうのがここの、あの、やっぱりネックになってて、あの、もう一回、あの、若い子と一緒に最新の写真を学んでみたいっていう気持ちもあるんですね。そう。まあ、そんなことを目標にしてるので、 あの、16時間断食。そして、あの、うんと、体調をしっかり落とすっていうのは、私にとっては、その先を見据えた大事な一歩なんですよ。もうほんと最初の一歩。うん。だからこそ、この3年間、えっと、映画も見ない。アニメも見ない。で、ライブも行かない。うん。男組のライブ行きたかったなって、本当思うけど、まあ、行かない。で、余計なものは買わない。 でうん、と私自身の戒めのために YouTube を始めたし、そううんとまあ、もし、ね、同じようにあのダ,イエットかダイエットとか生き方とかで悩んでいる人に何かしらの,あの声が私の声が届くなら、まあ、それがねあの、うんと、もちろんアクセスあの視聴者数がドドって上がってあの、うんと 収入が入ってこればいいんですが、まあ収入が入ってこなくても、まずは続けることを最優先にして、あの、クオリティ、クオリティがどっかってやれると、まあまあまあ、あの、今ね、うん、とマイクらしいマイクもなく、ほんと中華スマホのどうしようもないスマホで収録しながら、えっと、ほんとね、あの、ポッドキャストっていう選択でやってるんですね。はい。まあもちろんね、あの、動画、普通のね、動画、ムービーにしてもいいんですけど、ポッドキャストじゃなくて。 ただね、それにはやっぱり作業時間がかかるし、そう、あのー、そこにやっぱり、あの、時間と資金をかけるんだったら、まあ、ポッドキャストっていう方が、私はやりやすかったんですね。うん。まあ、そうやって、えっと、現在16時間断実況を始めて、えっと、およそ55日。私自身ね、始めてみて、こんなに順調に体重が落ちるとは思ってなかった。筋トレらしい筋トレ、まだ何もやってないもん。うん。 で、実際あの、体重剤は、えっ、ー、と、今14キロ、15キロ近くおってますね。うん。始めたから50日ちょっとで。そう。それ以上に計算上体脂肪率が、体脂肪率と体脂肪が、まあ、もともとあの、最初始めた時は40キロぐらいあったんです。全部の、自分の体の脂肪が。それが今、だいたい33キロぐらいまでおってるので、まあ、脂肪だけで8キロおってるってすごいなと思ってますね。 そうでね、うんとまあ、猫背で姿勢が悪くてあの顎が出ちゃって、まあ、立ち姿が綺麗じゃないのは改善されてないんだけどあの横から見て、まあ、やっぱり、ね、胸張ってあの顎を引くとやっぱりあの腹筋がふっと締まるじゃないですか、うん、だから、まあ、あのしっかりした姿勢を保って横から見るとああ痩せたなと思うし。 そう。まあ、最近買ったパンツは、あの、結構ピチピチなんですけど、うん。あの、ピ、今までね、冬はちょっともっさりした、あの、ポカポカのやつ履いてたので、まあ、あの、えっと、太って見えたけど、黒いちょっとスッとしたの履いたら、いや、私自分でもちょっと、あの、やっぱ体重折ったんだなって思います。うん。小さくなったなって思います。まあ、これはね、まだまだなので。 まだまだ100キロ、まだ3桁なんでね。えっと、今年の、今月の目標は101キロを切る、え、のが目標なんで、まあ、あと、0.、0. 何キロだと思うんですが、気を締めてやっていきたいと思います。そんなわけで、私今日はね、16時間断食の話を、なんかね、したかったんですね。そう。うん。どうですかあの、うんと、まあ今日のアウトプットで、 えっと、私があのダイエットの今までね、勉強してきたことをちょっとずつ公開してるんですけども、えっと、いろんなあのものがあるじゃないですか。まあ、私も普通に YouTube 見てると、いろんなサプリとか、あの、マッサージ法とか、まあ、いろんな誘惑いっぱいあるんですけど、まあ、結局、あの、う、え、ん、っと、 食べ、サプリもそうですよ。あの、食べるものでしか、食べるもので私の体はできてるわけですよ。うん。で、まあ、う、え、ん、っと、やっぱり最終的にダイエットは食に関する知識なんじゃないかなって思ってます。うん。もちろんね、筋トレは大事ですよ。筋肉がなければ、あの、基礎代謝も上がらないし。うん。う基礎代謝が上がらないと、やっぱりあの、 痩せやすい体型にはならない、体型というか体にはならないですよね。まあ、それでまあもちろん筋トレも重要だし、えっ、ー、と、運動も重要です。そう。でも最終的に重要なのは、あのー、自分のライフスタイルの中に痩せやすいというか太りづらい、えっ、ー、と、食べ物が普通にある環境じゃないですかね。うん。 その中には、あの、入浴も、お風呂もそうだし、まあ、寝ることもそうだし、あの、運動もそうだと思うんだけど、まあ、それを支えるのは、やっぱり食事なのかなと思ってて、あの、今、まあ、ダイエットの勉強もそうなんですけども、まあ、食事、え、栄養に関してものすごく興味ありますね。うん。だから、まあ、 WBC で活躍した、あの、大友、大友選手じゃない。<laughs> そう。えっと、彼も、<laughs> パッと名前が出てかなかった。そう。まあ、いろんなね、スポーツ選手、本当に、あの、超一流のスポーツ選手はみんな栄養に関してすごい詳しいですよね。なので、私もあの、ダイエットのスペシャリストになるにあたって、栄養のスペシャリストを目指していくべきじゃないかなって今感じてるんです。 まあ、だからこそ、自分の体で不調があるとすれば、やっぱり、ええー、何かしらの栄養が足りない。そう、見落としいところがあると思うんですよね。うん。まあ、その中の一つが、やっぱり脂肪、脂質そう。脂質、うん。まあ、あの、えっと、ほぼ今、脂質を取らない生活をしては、しているんですね。ただ、朝、私があの毎日食べてる、私独自のダイエットフード。 うん、あれにはオリーブオイルとえご、ー、ま油が入ってるんです、まあ、どちらも水溶性で、まあ、オリーブオイルはねあのあの温度が上がっても、えー、と栄養成分そんな変わんないみたいですけどもエゴマはあのえごまは温度が上がるとあの栄養成分が抜けちゃうってやつですねえごまはね私はあの脳トレというかあのあと老化と,、えー、とあとは脳のね働きを よくするんですよ、エゴマは。うん。だからまあ、どっちかっていうと、アルツハイマー対策ですね。だってもう、アルツハイマーを心配さなきゃいけない年というか、あの、うんと、やっぱね、常に頭を何かしら使ってないと、脳はね、退化する。<laughs> そういう意味じゃあ、この、M キャストも、朝の、あの、昼ビル、朝の、うんと、 えなんだっけアかリダイエットウォークも非常に私にとっては素晴らしい脳トレイじゃないかなと思ってます。だって、うん、と台本ないですよ。<laughs> テーマだけ決めて台本なくただ喋ってるんですもん。これはね、あの、やっぱ考えながら喋ってます。はい。うん。そう。まあね、展開を考えて、さっきこう言ったから、まあこう戻そうみたいなことは、まあいっぱいやってますけども、これはね、本当いい脳ト,トレイというかトレーニングになってるなと思ってます。うん。 もちろんね、文章を書いたりとか、えー、っと、ブログ書いたりとかもいいと思うし、私ね、あの結構テーブルゲームが好きで、あの将棋とか、囲碁とかあの、スマホの中に入れててあの、ちょっと時間が空いた時に、ちょっとやるみたいなの好きなんですけどもあの、まあ、もちろんああいうのもいいんだけども、もっと、えっと、おしゃべりっていい気がする。うん、そう、しゃべりながらね。 特にこの、ポッドキャストって、もちろんね、どうなったかと、あの、喋ってれば、まあ、対話になるんですけども、まあ言ってしまえば、カメラに向かって独り言じゃないですか。<laughs> もちろんね、カメラに向かって、まあマイクに向かって独り言喋ってるんだけど、その先には多くの人が聞いてる前提なんですよ。そう。でも、そのカメラに、というか、まあスマホに向かって一人で喋ってる時間っていうのは、まあ最初はね、本当 何喋ろうかって思ったし、まあ、まあ、昨日なんかもそうだったんだけど、やっぱりテンションによって、自分のリズムによって、あの、いろいろ話が弾む日もあるし、全然弾まない日もあるんですよね。今日はすごく弾んでる。な <laughs> んでだろう。多分ね、姿勢を良くして、姿勢を良くしてお腹をキュッて締めながら喋ってるからかな。ちょっと気持ちがね、違う。 うん、あとね、外が暖かいっせいかな。<laughs> 天気はいいし。私はあ、うんと、あの、皆さんみんな知ってるかもしれないけど、昔動物占いっていうのが流行ったじゃないですか。まあ、今も詳しい人は詳しいと思います。あれ、実はあの、うんとうんとね、えっ、ー、と、素質論って言って、あの、統計学の一つで、 うん、あの自分の動物に、動物が何かによって、あの生まれてからあなたが身につけて、生まれた時にはまあこういうタイプの性質なんですよっていうのがあ,ある程度統計で分かってるんです、うん。だから生まれてからその育つ家庭の中でいろんな経験をして、えっと、まあ個性が変わっ個,個性が入ってきて、またちょっとずつ、ねえっと、違うところが出てくると思うんですけども、まあ、統計上の話ですよ。 そう。私は、あの、動物らいは、ライオンちゃんなんです。ライオンちゃん。うん。ライオンちゃんねまあ、素論的にはですね、えっと、100888001だったかなはい。なんですが、まあ、詳しい人は、え、そうなんだと思ってくれればいいです。知らない人は、なんだそれと思ってもらってもいいんですけども、うんと、そんな中でね、私のタイプは、まあ、本当話がでかいタイプ。<laughs> 大雑把で話がでかいタイプなんですけども、まあ、すごい話は大好き。で、 やっぱね、私のは、あの、天気が悪いと、ほんと心が落ちるんですよ。もうテンションが下がる。うん。だからもうね、えっと、日の光が入ってくるだけで、ほんとテンション上がるんですよ。<laughs> そう。もう単純でしょうん。だからね、もう今日は朝、あの、 まあね、朝、あの、仕事行った時に、あの、日焼け止めを持ってくるのを忘れたので、まあね、朝行く時はまだ真っ,真っ暗だからいいんだけど、まあ帰りはね、日焼け止めを塗らない、塗らないと、ちょっと、もうこの、今年もまた真っ黒になっちゃうんじゃないかみたいな感じなんですよ。私はあの、あの、仕事行く時は、えー、っと、西に向かって歩いていくので、まあ背中に太陽が出るって感じですよね。 でも、帰りは太陽に向かって歩いてくるので、もう直射日光、顔面当たりまくりみたいな <laughs>。だから、まあ、明日、もうカバンの中にはいつもにはね、いつもあの、お気に入りの日焼け止めクリームを入れてるんですけども、今日はね、ちょっと入れ忘れてたんですよね。そう。うん、この日焼け止めもうすぐでなくなっちゃうんだよな。そう。SPS32 の PA 3のやつね。うん、すごいお気に入りなんだけど。 そう。で、IR も、そう、IR フィルターが付いてるやつ。IR フィルターが付いてる、えっと、日焼け止めクリームって、まだ高いじゃないですか。<laughs> そう、なんか、あの、おすすめあったら教えてください。そう、うん。私が使ってるのは、これ、1本、低価で買うと3000円くらいかな。まあ、うんと、まあ、ハイシーズンしっかり使うと、1回水に1本くらい使っちゃうかもしれないかな。うん。まあ、そんなわけで、 えっと、今日もね、えっ、ー、と、もうお腹減ってきたので、これからご飯食べて、えっ、ー、と、このどう音声を編集し、今日は1時半にはお風呂に入り、で、今日は2時には布団に入り、アイマスクをして、3時には寝ると、そういうスケジュールで行きたいと思ってます。そんなわけで、今日は無駄にテンションが高いマッコネえでした。また明日。バイバイ。またね。